き特別講習申し込み受付中。自習コンサルティングで君専用の勉強計画を毎週全科目作成します。それに伴う映像授業や参考書の確認テストも全てついてきます。4月31日水曜日までのお申し込みで、通常 73,700 円が 38,500 円になります。詳細お申し込みは動画概要欄の URL からお願いします。学びズムの勉強法でやってたら、絶対アウトプットの問題集を並行してやるような計画にしてるんで、より発展的な内容に、どんどん9月以降にチャレンジできるから、そこまではできておいてほしい。入試情報から勉強法まで、受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。ありがとうございます。お願いします。お願いします。さあ本日はですね、全科目解説、夏休み期間で終わらせるべき参考書、ということをテーマに話していきたいと思います。まああとここから1ヶ月半、つまり8月末まで夏休みが多くの人があると思います、その中でほんまにまあ時間感同率に受かりたいのであれば、その8月までにこの参考書は終わらせたいよね、このレベルまでは進んでほしいよね、っていう参考書を文字通り全科目発表していきます。なんでもう英言語、日本世界史、定型、理系数学、文系数学、物価、全部いきます、全部いきますんで、皆さんメモのご準備をよろしくお願いします。それじゃあね、早速いろいろ話していくんですけど、そもそも大前提、最も抽象的に言うのであれば、どのレベルまで達しておいてほしいかっていうと、まあ時間間同率に受かる人は、夏休み終わりまでには日東コマ線三金交流レベルはさばける、合格点が叩けるということですね。そうですね、今回の動画はまあ時間間同率志望者向け、ということですね。そうですね、じゃあ英語からいきましょう、英語に関してはですね、特訓リーディングでございます、特訓リーディングの標準問題の方なんですけど、まずそもそもちょっとこれ、特訓リーディングの話をした時にいつもコメント欄で来るのがルールズでええやんみたいな、そういう話出てくるんで、マナビズムがなぜ特訓リーディングを選んでるかをちゃんと僕説明しておきたいんですけど、まずルールズも特訓リーディングも同じように文章の読み方とか説問の解き方、これがルールとしてちゃんとまとまっている、解説としては非常に近いものがある、なんで役割としては一緒なんですけど、違うのは収録問題数なんですよ。で、多くの人勘違いしてるんだけど、例えばまあ時間間同率を志望している人がなぜ8月末に日東コマ線三金交流レベルで合格点出てるのが理想かって言ったら、残りの期間9、10、11、12、1あと5ヶ月でまあ時間間同率レベルで安定して得点ができるようになろうと思ったら、それぐらいの期間が欲しいよね。じゃあ8月までにそれ終わらせたいやんっていう、そのレベルができるようになるのって当たり前やけど一定期間必要やんか、ってなった時に、じゃあ日東コマ線三金交流レベルができるようになるのにどれぐらいの期間欲しいのってなったら、僕の今までの指導経験上、体感、個人差はあるよ、個人差あるけど、最低3ヶ月ぐらいはやっぱり欲しいなと思うんですよ。日東コマ線三金交流レベルが解けるようになってから3ヶ月ってことね。そうですね、安定的に点を取ろうと思ったら、しかもゴリゴリの勉強して、そうなんですよ、ゴリゴリやってです、で、あとはそれまでに基礎を終わらせたいよねとか、インプットしっかりやりたいよねみたいな、自力をつけていく、基礎を身につける期間がその前に存在するみたいな、っていう風に考えた時に、じゃあ例えばザ・ルールズの日東コマ線三金交流レベル、じゃあレベル2をやりましょう、12台入ってます、じゃあ12台でそのレベルがほんまにできるようになるんかっていう話なんですよ、だからうちも参考書の年間計画とか発表する時って、例えば2月3月4月5月スタートは特訓リーディングを推奨するんですけど、夏スタートぐらいの子たちからは、特訓リーディングの問題量はちょっと多すぎるかな、そんな理想的な演習量なかなかできないよねってなったら差し替えたくなるんですよね。だからそれを考えた時に、じゃあルールズの1やりました、2やりました、あ、もう日コマ3金はいける、そんなわけないんですよね、多くの場合が。やから一番受験相談で多く受けるのが、ルールズ 1,2,3 やったんですけど、全然明治の全然同志社の問題解けないんです、何がダメですかみたいな、ライブ配信とかでもよく聞きますよこれ。いやいや、誰が英語長文36題やっただけで過去問で点取れるようなんねんってなわけあるかいやって、天才ですよそれ取れるようになったらね。そうなんですよ、なわけあるかいやっていう話なんですよ、やから僕らは特訓リーディングで全く同じテイストの解説、丁寧な解説で30台入ってて、日東コマ線三金交流レベルからまあ時間間同率簡単ぐらいのレベルまでしっかりと網羅されてる、だからこの30台やればもうまあ時間間同率の過去問演習に進むのに十分な準備が整ったよねっていう風な問題量になってるから、特訓リーディングを推奨してます。だから2、3月4月ぐらいから勉強スタートしてるんだったら、やっぱり8月末までに特訓リーディングを終わらせるっていうのは、合格するためには十分なペースとして定められるんじゃないかなというふうに思って、特訓リーディングを今回発表として皆さんに言いましたというふうなところです、もちろん英単語なんてもう言わさないでくれ頼む。
英単語夏終わりまでに覚えとかないといけないよ。こんなん言ったことないね。言ったことないです。夏前までには英単語帳は2005レベル終わらしといてくれよと、うん、そうじゃないと演習系の参考書できないからね。こっから本当にもう後ろどん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 詰まっていって、もう最終的にあやっぱ間に合わせねえだーみたいなパターンもあるあるだから。もう7月20日にね、こんなん言うのあれだけど、もう言うと英単語の話とかは もちろん継続してやっていかないといけないですよ。ただここまでには絶対終わらせるはもう7月20日ですからね、うん、ここでは終わってるという体で話していきましょう。もし英単語終わってない子おったらちょっと喝入れるから受験相談来てほしいっすよ。喝入れない。何してたん、ほんまに言うの、ね、英語長文読んでてまだ単語覚えてませんやったら何してんの、何してんのってなる、ほんまに何してんのってなる。だそれが受かる受験生の基準じゃないよねっていう、うん、だそこが今ほんま単語まだ終わってないとかまだハイパー1やってますとか、そんなレベルはほんまマジカンカン同率間に合わすためにこの夏マジ死ぬ気で勉強せなあかんから、それの計画とかが見えてない人はあの受験相談でもいいし、まだまあちょっとこのタイミングでもう残席残ってるかまあ分からへんけど、まだ外部生向けに夏季特別講習申し込み期間ではあるので、この7月中旬も確かに、うん、だから、ね、そうなんですよ、今月末まで、はい、はい、だからあのほんまに悩んでる夏休みの勉強計画が見えてない、もうそんな人は絶対申し込んでください。救えるんで、まだまだ救えます。8月に来られても結構苦しいんで、それは皆さん重々頭に置いといていただきたい。この夏期講習取っててもそれも調整しながらどういう風な自習計画でやっていかないといけないのかっていうのはしますから、はい、金額としても非常に安いですから、うん、安心して受講していただけたらというふうに思います、はいはい、じゃあ英語でバーッと話膨らましましたけど、基本的には日東高まさに三金交流レベルを仕上げていこうという風なところなので、まあ、しっかりと、それをまず念頭に置いた上でこの後の科目も聞いてください、現代文だったら、まあ、新現代文レベル別の4、はい、ぐらいがまあちょうど終わってほしい。まあほんまは2月からスタートしてたらうちのルートだと9月1週目2週目ぐらいに開発講座終わるペースなんで、だからまあ3月4月がボリュームゾーンって考えたら、まあ新現代文レベル別の4は絶対8月までには終わらせておいてほしい。で9月から、開発講座をやって、あとはもう過去問演習していくことでしっかりと点数つながっていけるから、まあそういう演習してくださいと。で古文に関してはポラリス1は最低限終わっておいてほしい。まあポラリス2が終わってると非常に順調、うん、ポラリス2をやり始めて半分ぐらい進んでますが非常に順調なんですけど、まあ、ポラ1が終わってたら十分かなというふうに思います。で問題は日本世界史整形です。この参考書が終わっとかなあかんっていう概念あんまないじゃないですか。だってインプットはもうこれでやるって決めたのを完璧にしていくのが科目なんで、うん、そう考えると学びズムの勉強法でやってたら絶対アウトプットの問題集を並行してやるような計画にしてるんで、うん、まあレベルで言うとやっぱり分かりやすいいのはそこ基準かなと思います、うんうん、で8月末までに日本世界史だったら始める日本史とか始める世界史っていうものか、はい、基本的には基礎問題成功、このどちらかを使うように推奨してるので、はい、この始める日本世界史系基礎問題成功、これは必ず終わらせておいてほしいです、うん、このレベルはもう暗記できてる、答えられる、うん、で整形だったら、まあ、マーク式基礎問題集が終わって山川の政治経済問題集っていう問題集を推奨してるんですけど、それがちょうど8月末時点で終わっていれば、例えば次第攻略の政治経済とか標準問題成功とか、まあいろいろそういうより発展的な内容に、どん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 9月以降にチャレンジできるから、そこまではできておいてほしい。問題集のレベルで言ったらこうなります。ただまあもうちょっと、分かりやすく最低限何週は終わっとかなあかんでっていう基準、8月までには、はい、日本世界史だったら2週で、整形ちょっと悩んだんですけど3から4週っすね。僕の生徒やったら4週します、整形は。ああそうですね、最低ライン3週でしょうね、うん、最低ラインが3週で、はい、順調に受かっていくか、まあやっぱ4週はさばけてるよねっていう風になります、はい、はい。なんで日本世界史整形はその基準で、であとはまあ数学理科になるんですけど、はい、まあ、数学は文系数学と理系数学に分けて話すと、文系数学に関してはマーク式基礎問題集の 1A2B、うん、つまり優しい高校数学なり基礎問成功がやって、ドラゴン桜式とかカルキュールが終わってマーク式でより実践的な問題をやって、でこっからいよいよゴールデンルートとか数学重要問題集とかっていうのを受験後半期にやっていく。で理系数学の子たちは当然もうマーク式基礎問題集なんて終わってな、もうやばいんで間に合わないんで、もうそれは当然終わってると。理系じゃないですね、はい、それじゃないと理系じゃないです、はい、文系数学と同じペースになっちゃうんでそれはありえないじゃないですか。だから理系数学は標準レベルのゴールデンルートの基礎編ですねがまず最低限終わっている。まあ標準編が終わってなくてもいいんですけど、ゴールデンルートの基礎編は最低限終わっている。でこれが 1A2B です、ゴールデンルートが。で数3は押さえておきたいという優しい高校数学の先生が書いてる問題集なんですけど、まあそれの数3の基礎50
50応用50っていう合計100台入ってる参考書があるんですけど、それの基礎50台はだから半分は綺麗に終わっている状態、これが理想です。で物価はもう8月までに、宇宙一分かりやすいとか橋爪先生のやつとかでしっかりとインプットやって、で基礎問題成功を6、7、8月ぐらいで裁くっていう風な、計画にしているので、基礎問題成功の物理化学両方が終わっている状態が、まあ、理想の進捗かなという風に思います。はい、なんで今ブワーッと発表していきました。もう一回頭から言うね。英語が特訓リーディングの標準問題編、現代文は新現代文レベル別4、古文はポラリス1、日本史世界史は始める日本史始める世界史、基礎問題成功形が、しっかりと終わっていて、一問一答とかが2章終わってる、整形は最低影山先生のやつが3章終わってて、山川政治経済問題集が終わっている状態で、理系数学は、1A2B がゴールデンルートの基礎編が終わっていて、数三が押さえておきたい数三の方の基礎50台が終わってる。で文系数学はマーシック式基礎問題集の 1A2B で、物価は両方基礎問題成功がしっかりと終わっている状態。このぐらいまでは進めとかなあかん。もちろんその英単語のところでも言いましたけど、英単語とか英文解釈とか英文法とか、古文で言っても古文単語とか古典文法とか言ってないですよ、うん、それはできてる体で、うん、今このラインっていうこのラインの部分だけを話しているので、毎月ねこの月だったらこれぐらいの勉強しとかないといけないよっていうのはね、あの春ぐらいからスタートして始めてますけど、あのもしねそこら辺がペースメーカーとして追いついてないみたいな状態だったら、おそらくここからずっと計画っていうのはずれていくのね。で計画ずれていくということは志望校ももちろん受からない状態になっていく。その中でどれだけ志望校合格率を上げていくかっていうのは、何をやるかより何をやらないかを選択する方が非常に重要になってきます。でそれの意思決定っていうのはめちゃくちゃ難しいのね。この参考書の後に何の参考書あったらいいですかみたいな、そんな低次元の話ではなくて、全体設計の中でどこを外していくか、英語のこれを外して社会のこれを入れていく、数学のこれを入れるか代わりに物理のこれを外していくみたいな選択がもう往々にして受験って起こっていくので、そこら辺の選択が不安な子はですね、絶対に受験相談来てください。受験相談の締め切りは10月なんですけど、基本的にあの満席になったらオンラインをね全部本部で受け持ってるので、オンラインの人数にもちょっと限りがあります。で今年夏期講習もめっちゃ来てるんですよ。めっちゃ多いっすね。はい、めっちゃ来てるんで、ちょっとあのいっぱいになって、受験相談の日ももしかしたら後ろにずらされるかもしれないんですけどもう本当にあのちょっとやばいなっていう風に思ったら、すぐに学びズムの門を叩いていただきたいなという風に思います。はい、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。よいしょ。動画を見てくれてありがとう。今マナビズムの公式 LINE に登録すると3つもプレゼントを配布しています。早慶マーチカンカン同率の大問構成であったり、配点設問に対する解き方が完全解説された攻略本、英語の主要参考書100冊を細かく研究してまとめた参考書ガイドブック、君の英語の基礎力が10分でわかる基礎力判定テスト。プレゼントは定期的に更新しているので、ゲットできなくなる前に概要欄の URL から必ず公式 LINE に登録をお願いします。